おはようございます。12月27日水曜日の東京インフォメーションです。有楽町にあるスシテックスクエアで第2期展覧会が始まっています。スシテックスクエアはスタートアップと多様な主体が交流しイノベーションを創出する基地であり、創造性に富んだメディアアートなどさまざまなコンテンツを鑑賞・体験できる拠点です。15日から始まった第2期展覧会のテーマは都市に潜む見えないもの。人々が都市に抱く記憶や愛着、気配、 VR や AI などテクノロジーの進化がもたらしたさまざまな技術、これら都市に潜む見えないものをメディアアートの展示や技術の紹介を通じて可視化し、未来の都市生活を創造するヒントを提供しています。第2期展覧会は来年の3月10日まで、入場は無料です。都立文化施設の来月2日火曜日と3日水曜日に行われるお正月会館開園のお知らせです。東京都現代美術館は美術図書室を除きお正月開館します。モッドコレクション、歩く、赴く、移動する、1923から2020、特集展示横尾忠則、水のように、生誕100年サム・フランシス展の観覧料が無料になります。東京都写真美術館は図書室を除きお正月開館します。すべての展覧会は無料で見ることができ、来館者全員にお正月プレゼントが贈られます。江戸東京建物園の正月特別開園では入園料が無料になります。黄金井林や獅子舞などの伝統芸能の登場もあります。また8日月曜日の祝日、成人の日は新成人の入園料が無料になります。東京消防庁は餅を詰まらせるなどの年末年始の救急事故に注意を呼びかけています。東京消防庁では窒息事故防止のポイントとして、お茶や汁物で喉を潤す、小さく切ってから食べる、急がずゆっくりと噛んでから飲み込む、乳幼児や高齢者と一緒に食事をする際は食事の様子を注意深く見守るを呼びかけています。また救急車を呼ぶかどうか迷ったら、東京消防庁救急相談センター電話#7119に相談するよう協力を呼びかけています。東京都歴史文化財団は気鋭の作曲家によるトークイベントを開催します。現代音楽プロジェクトジョセフィーヌ・スティーブンソンレクチャーは来月11日木曜日、東京文化会館小ホールを会場に午後7時開演で行われます。13日土曜日に公演の現代音楽プロジェクトかぐやで作曲ボーカルを担当のジョセフィーヌ・スティーブンソンらによるトークに加え、スティーブンソンらの作品をチェロ奏者森田圭介が演奏します。
ケットは東京文化会館チケットサービスなどで販売中です。現代音楽プロジェクトセット券もあります。東京インフォメーション年内の放送は今日までで、年明けは来月4日からです。ここまで東京インフォメーションでした。